株式会社、ジャニーズ事務所は、日本の芸能プロダクション。創業者は、ジャニー北川。創設者のジャニー北川は、その前半生を、第二次世界大戦中の一時期を除いて、アメリカ合衆国のカリフォルニア州ロサンゼルスで過ごし、その間アメリカ西海岸のエンターテインメントの世界に、触れる。また、両親の母国の敗戦により、日本が、 まだ連合国軍の占領下にあった1950年頃から日本の芸能人が白付けのために渡米するようになり、父の大道が日本仏教の高野山新言宗米国別院の主官を務めていて、それらの寺院を講演場所として対応しており、北側はここでもエンターテインメント業に触れる一方で、美空ひばりなどの芸能人と面識を持った。1952年、北側は来日して、 アメリカ大使館で通訳として勤務する傍ら、宿舎の近所の少年たちを結集させて、チームを作り、野球を教授していた。この野球少年たちの一人であった青井照彦が、ジャニーさんが監督なんだから、チームの名前も、ジャニーズでいいんじゃないといったことがきっかけでこの野球チームを、ジャニーズと命名した。ある日、雨天により、野球の練習を休み、 映画館でウエストサイドストーリーを鑑賞する。これに一度感動し、以降野球のトレーニングそっちのけでダンスのレッスンを始めた。この時の野球少年から選抜されたのが事務所最初のタレントグループであるジャニーズであった。北川は単なるタレント育成ではなくミュージカル俳優のような歌唱してダンスもできるマルチタレントの育成を目指した。1962年。 渡辺プロダクションの系列会社として、ジャニーズ事務所が創業される。初代ジャニーズは、生放送の舞台賞であった、夢で会いましょうや、若さとリズムなどに出演する。ついで、1968年にデビューした、ホーリーブスは、当時全盛期を迎えていた、グループサウンズの流れに乗り、楽器を持たない GS と、通称される。1970年代に入り、 GS が下火に入ると、変わって台頭したソウルミュージックの路線に切り替える。1970年代前半、GS のグループやメンバーはそれぞれアーティスト性を強めていた。また、アメリカの音楽文化の中では、政治的な自我を前面に強調したフォークソングが新たに誕生し、日本においても、吉田拓郎、井上陽水、中島みゆきらが人気を博していた。 しかしジャニーズはあくまで非日常な舞台を演出する方針を堅持した。ジャクソン5を模した明るいソウルミュージックに転向し、軽快でポップな舞台を演じる路線を取ったのである。1972年、ゴーヒロミのデビュー時には、その中性的なルックスを全面に押し出し、また GS で特にアイドル性が高かったオックスとタッグを組んでいた、筒美京平をプロデューサーに迎えた。佐藤は、 その後、1970年代半ばから登場したディスコもいち早く取り入れたが、1975年に退所する。ついで1977年にデビューした川崎真代、1980年にデビューした田原俊彦もこの流れを継いだ。舞台演技として一番経験を積んだのは少年隊である。少年隊はデビュー前からアメリカに進出するなどそのパフォーマンスを、 高く評価される。1985年にデビューすると、翌年から2008年まで舞台、プラソンで主役を張った。1987年デビューのヒカル・ゲンジもまた、ミュージカル志向であるが、トレードマークのローラスケートは、イギリスのミュージカル、スターライト・エクスプレスに着想を得たものである。一方で、1970年代半ばからテレビが普及するにつれて、日常で、 各家庭の茶の間にいながらにしてわずかな非日常的空間を楽しむというスタイルが誕生する。この潮流の主軸を成したのがスターョ調に関わった悪友であった。ジャニーズでこの新たな潮流に最初に合致したのが近藤雅彦である。近藤のやんちゃなキャラクターが1950年代のオールディーズやストリートファッションなどの対抗文化の雰囲気を醸し出していると評され、 ディスコ風の曲と並行してロック風の曲も発表された。1980年代に入ると男女両方のアイドルの大衆化はさらに進み、歌やダンスなどの実力よりも、渋垣隊は歌やダンスの技量不足をカバーするために音楽の企画性を追求した。いわゆるノベルティソングを積極的に練ったのである。その傾向としては寿司食いねえ。 に代表されるようなジャポニズムが色濃く見られた。続く忍者は楽曲やパフォーマンスでジャポニズムを全面に押し出した。1990年代に入る頃には男性アイドルの虚構性に対する需要がますます低下して光源氏の人気も加工した。1991年にデビューしたスマップは当初は光源氏を模した華やかなコンセプトでスタートしたがセールス面では 事務所始まって以来の低迷を続けた。この打開策としてスマップにバラエティ番組やテレビドラマに積極的に進出させるようになった。スマップはバラエティと音楽パフォーマンスを両方こなすことでより身近な存在であるという存在位置を獲得することに成功した。すでに完成されたものではなくてそのメンバーの物語を見せ、 ファンの共感を呼ぶという手法は2000年代の男性アイドルの基本型となり何よりジャニーズ所属アイドル全般の模範ともなり以降ジャニーズ事務所は男性アイドル界で圧倒的な勢力を築くに至った2016年に起きたスマップ解散騒動はファンによる大規模な CD 購買運動や署名活動ネットにおける事務所及び一部のメンバーに対する大規模な バッシングなど、騒動に絡め様々な社会評論も行われるなど、日本中に大きな波紋を呼んだ。2010年代以降は三大目 J ソウル、ブラザーズといった男性グループや、AKB48 や、桃色クローバー Z、乃木坂46に代表される女性アイドルグループの台頭、ところ属タレントの不祥事の頻発、時代にそぐはない。 肖像権管理の厳しさとそれに近するインターネットメディアへの消極的な姿勢もあり、次第に人気、影響力ともに低下するようになった。2019年7月のジャニー北川正居後は、所属タレントの対象、独立が相次ぐこととなった。中井雅宏は、今は70から80人、100人弱いますんで、教育というか、指導もやっぱり行き届かないところも出てくるんじゃ。 ないのかなと思いますと、不祥事の背景にタレントマネジメントが追いついていないことを指摘している。ジャニーズ事務所早々期の1960年代、日本の芸能界をリードしていたのは、渡辺進率いる渡辺プロダクションで、ジャズ奏者出身の渡辺の活動方針は、芸能人の生活基盤の安定のための市場整備にあり、タレントの権利擁護と市場提供を主目的とした。 一方で、ジャニーズ事務所は、創業者、ジャニー北川の舞台芸術に対する憧れが最初に、あり、初代ジャニーズ以下、事務所に入所した青少年に対して、エンターテインメントについて手厚い教育を行った。ジャニーは、事務所の経営は、姉のメリー北川に任せ、自身は、半世紀にわたり、タレントへの教育を自ら言った。ジャニーズ事務所の特徴はこのタレントに対する、 教育制度にあり、デビュー前のタレントを総称して、ジャニーズジュニアと呼ばれるようになる。里がデビューした1970年代から、ジュニアのタレントは顔見せを兼ねて、先輩のコンサートのバックダンサーなどの下積みを積むようになる。この育成制度は、未婚女性のみで構成された宝塚歌劇団との類似性が指摘されており、北川も取材に対して、 男版宝塚をやると宣言したことがある。CD デビューせず、俳優業を中心として活動する者もおり、生田、東馬、やら朝さゆき、風間俊介、長谷川淳、佐野水木、冬、浜中文一、林翔太のように俳優業だけで、ジャニーズジュニアを卒業した例もある。ジャニーズジュニアで30歳を迎えた場合、自動的に卒業になる。 副業は禁止されていることが所属タレントの口から語られている。ただし、事務所の許可を得てした例もある。例として、元渋が期待の深川敏和が事務所在籍時に自主ファッションブランド、ジェミーエースを立ち上げたことがある。かつては所属タレントの肖像権を守護し、副社等の悪用を防止するためその管理に厳格な事務所とされていた。インターネットが普及した以降も、 レコード会社、出演映画、テレビドラマ CM、音楽番組の公式ウェブサイトや、新聞のウェブ、電子版上で、所属タレントの顔写真や動画を使用することが制限、されていた。例えば、出版社のサイトにて、雑誌表紙のタレントが白抜きで、表示されていたり、CD 等の通信販売サイトにて、CD ジャケットが、シルエット表示される等、長らく事務所及び、 所属レコード会社の公式ウェブサイト以外のウェブサイトで所属タレントの CDDVD のジャケット掲載を行っていなかった。しかし現在では所属タレントの肖像写真についてネット上での使用制限の緩和を進めている。上述した例については2017年8月頃から掲載が解禁された。また、雑誌。 書籍描紙についても2018年4月より掲載が認められるようになった。2017年から2018年にかけて所属タレントが出演する CM、テレビドラマやバラエティなどのテレビ番組の予告が公式チャンネルを通して YouTube などへアップロードされるようになるなど制限が緩和され、2019年11月以降は所属タレントがメインのバラエティ番組も 日テレ制作の深夜番組を皮切りに配信されるようになった。2010年頃から Adobe Flash の技術を利用し、ページにある画像などを保存できない設定になっているため、かなり緩和されてきていた。同時期からは映画、テレビドラマ、バラエティ番組に関しても動画配信サービスの独占配信を中心に定額見放題配信が増加傾向にあるものの、 映画に関しては、特定の配信サービスの見放題独占となる、傾向にある作品が非常に多いのが実情となっている。また2017年には、所属タレントの滝沢秀明が日 UAE 新全大使に移植された際、外務省のウェブページに滝沢が写った写真が公開されている。2017年9月に、ジャニーズ事務所を退社したカトリについては、退社後の写真を、 ウェブ媒体に掲載可能である旨が明示されている。これはジャニーズ所属時に存在した写真掲載規制が退社に伴って解けたことを意味している。同年11月、ジャニーズウエストの7人が出演するネットドラマ、炎の天候整理ボーンがネットフリックスで世界配信。二千十八年一月一日より、所属芸能人の顔写真を公式サイト、ジョニースネットに、 掲載開始した。2018年1月31日、当時関ジャニエイトの西木と両が外国特派員向けの会見を機に、所属タレントの会見出席時の写真が Web 媒体における写真掲載が解禁、記者会見や舞台挨拶などでのジャニーズ事務所の所属タレント登壇時の写真が Web サイトで使用可能。使用可能な写真は、 所属タレントに対する公開取材での写真で、使用する写真の枚数の制限や写真を二次利用する際の注意点などがあるものの、所属タレントのインターネット上での写真公開がほぼ例外なく容認される形となり、同日のツイッター上でも映画羊抜きの公式アカウントで西木戸亮が写った写真がツイートされた。さらに、同年1月31日の時点では、 記者会見、囲み取材、舞台挨拶など、タレント登壇時のものに限るとしていた、使用許可範囲は、同年2月12日には、事務所や制作者側から配信される写真に限り、テレビドラマや映画出演発表の際にも、使用可能と緩和され、当日は、映画、来るに主演する、岡田純一の写真が、インターネット上に掲載されたそれ以降も、 スポーツ紙のウェブ版で写真が使えない場合は、個人名、グループ名の名前だけを書いた画像で代用される場合がある。この場合、書体はスポーツ紙の見出しを模した文字が多い。同年3月21日、ジャニーズジュニアの最新事務所がインターネット上に無料配信される映像コンテンツを制作するのは今回が初である。一方で、 国際女性デイ協賛の朝日新聞、ディアガールのインタビュー記事には変わらず、顔写真掲載を認めていない。この措置に関しては、インターネットに限らず、民間放送の事業者直営の有料チャンネルにも当てはまり、地上波と並行放送されるニュース番組等で、所属タレントに関連する映像を使用する場面がある。場合は、被せ放送が施され、音声に関しては、 無音措置がされている。地上波向けの過去番組を有料チャンネルで放送する場合、所属タレントがゲスト出演される回に関しては、放送当自動事務所に所属していたものも含め、基本的に放送自体が行われていないが、オンデマンド配信向けに制作された所属タレントが出演している部分を完全にカットされたバージョンを有料チャンネルでも放送される場合がある。 地上派向けのドラマ番組も同様で、所属タレントが一切出演していない名作に限って編成されている。例として、三年 B 組、金八先生を TBS チャンネルで放送する場合は、所属タレントが出演していない第1シリーズと第2シリーズのみの放送である。ただし、上述したような緩和作以前にも例外はあった。例えば、TBS ラジオで当時、 スマップのカトリ吾ンがスクランブルスマップのラジオパーソナリティを務めていた1997年頃に同局ウェブサイト内で開設されたプロフィールでは彼の顔写真が掲載されていた。2000年に所属タレントである近藤が経営する MK カンパニーが開設した MK ネットサーキット近藤正彦オフィシャルサイトでは開設当時から顔写真を掲載している。 所属タレントの声の露出も制限される場合がある。ラジオ番組のストリーミング配信においては、有料での配信となっているリスモウェーブやどこでも、FM では番組が差し替えられている。ラジコに関しては2018年3月まで聴取が規制されていたが、同年4月より、この規制がなくなり、聴取が可能となった。NHK ラジオの無料配信サービスである、ラジルラジルに関しては、 所属タレントが出演する放送番組はすべて全国ネットであるため開始当初からライブ配信が日本国内のみではあるがそのまま配信される聞き逃し配信に関しては開始当初は対象外だったがラジコと同じ時期に解禁されている楽曲配信に関しては個別の楽曲を月額定額制で聴取できるドワンゴの楽曲配信サイトドワンゴ JP が 尺歌を中心に配信を行っている。楽曲によっては、フルサイズの配信も行っている。なお、iTunes Store やモーラ等の楽曲の配信販売事業、Apple Music や Spotify 等のストリーミング、配信事業には長らく参加していなかったが、2019年10月に、嵐の代表曲5曲のストリーミング配信を開始し、 同グループの20周年記念日となった11月3日には全シングル表題曲の配信、デジタル販売及び初の配信限定シングルがリリースされ、2020年2月からは同グループの全アルバム16作品までもが配信されるようになった。所属タレントに優劣をつけさせないとの方針により、候補者を何人か選び、その中から 大賞やグランプリ獲得者を決めるという形式の賞レースへの参加は原則辞退している。受け取るのはそのタレントに直接賞を贈呈するものや、日本国外での表彰のみとなっている。日本レコード大賞、編集1987年に、近藤が第29回日本レコード大賞にノミネートされた際、死去した母親の骨壺が盗難の被害に遭い、 対象を辞退しろと脅迫を受けた事件や、1990年の第32回日本レコード大賞において、忍者が演歌、歌謡曲部門ではなく、ロックポップス部門にノミネートされたのを不服としたことが引き金とされている。2003年にスマップの世界に一つだけの花が、第45回日本レコード大賞の候補に上がったが、歌詞の中にあるように、 ナンバー1を目指すよりもオンリーワンを大切に歌ってきた。そのメッセージを貫きたいという理由で辞退している。2010年の第52回日本レコード大賞には近藤が最優秀歌唱賞に選ばれた。この時は近藤はレコード大賞に育てられた歌手と受賞を受け入れている。日本アカデミー賞編集2006年12月の 第30回日本アカデミー賞発表の席上で武士の一部に主演した木村拓也が事務所の方針で最優秀賞を他の人と競わせたくないとの理由で主演団優勝を辞退したことを発表している。同年の第49回ブルーリボン賞において木村と岡田が主演団優勝の選考に挙げられた際にもお世話になっている俳優や所属タレント同士で賞を争うのは 本意ではないと自体している。2015年1月、第38回日本アカデミー賞に、岡田が主演男優賞と助演男優賞にノミネートされ、いずれも最優秀賞を受賞した。ジャニーズ事務所は、岡田はこれまで弊社最多の20本の映画に出させていただいており、映画に育てていただいた俳優と言っても過言ではございませんというコメントを発表した。 2016年3月、二宮和成が母と暮らせばの演技で第39回日本アカデミー賞の最優秀主演団優勝を受賞して、ジャニーズ事務所としては2年連続の受賞となった。また山田良介が新人賞を受賞し、日本アカデミー賞にも参加するようになった。ジャニーズ事務所所属タレントが NHK 紅白歌合戦に出場したのは、 第十六回のジャニーズが最初である。以後、長年にわたって、出場枠の確保を続け、第六十六回ではスマップ、時を v 六嵐、カンジャニエイト、セクシーゾーン、鳥を務めた、近藤正彦と合計七組の出場枠を確保した。五年後の、第七十一回でも嵐、カンジャニエイトに加え、ヘイ、セイ、ジャンプ、キスマイフットツー、キングプリンス、 そして初出場のシックストーンズ、スノーマンと合計7組の出場枠を確保している。司会業でも第48回で中井雅宏が初の白組司会を務めたのを皮切りに第57回から第70回までは事務所所属タレントが14年連続で番組司会の大役を務めた。なお、第58回で赤組司会だった中井を除き、 過去に出場したすべてのアーティストが白組として出場している。以下、第71回までの出場回数記録を記す。ジャニーズ事務所所属タレント時代の出場記録のみを記載。その他、個人では、山田亮介及び知念有利が、第60回から4年連続でニューヨークグループの一員として、第68回から4年連続で平、聖、ジャンプの一員として、 計8回の出場を果たしている。所属タレントのコンサート、舞台等の主催、企画、チケット販売などを行う、ヤングコミュニケーションが設立されており、ジャニーズチケット販売役款という規約が作られている。チケットの販売チケットの転売行為には厳しい対応をとっており、ネットオークションなどでの第三者への転売行為が判明した場合、コンサート、 舞台などの優先販売の通知は発送停止となり、一切のチケット予約が不可能になる。定価以下の販売であっても、同様の対応をとる。また、追加公演などで振り返られた公演が当選した、胸の連絡が来た場合、当選したチケットの購入拒否は、個人の意向でキャンセルしたとみなされ、次の公演やそれ以降の公演のチケット購入及び、購入のための抽選の対象外となる。 プレイガイド等によるファンクラブ会員以外に向けてのチケット販売には、現在でもインターネット販売には消極的で、主に電話予約にて販売を行うことが多い。韓国、編集アジアの芸能界にもジャニーズが与えた影響がある。韓国では日本大衆文化の流入制限の時代がありながら、ジャニーズの音楽を鑑賞する人がいくつか存在した。近藤の銀ギ,ギラ銀に、 さりげなくをはじめ、光る源るなども、韓国で少しは、認知度があった。1984年に、ハムユンさんという歌手がギンギラギンに、さりげなくを盗作した、あらゆるジュノチョパン、みなみという曲を歌っていたことがあり、1990年には、人気番組だった、KBS、若者の更新の中から、ローラースケートで歌って踊る、韓国版。 光る源氏であるヤ社というアイドルグループが活躍したりした。そして混成アイドルグループロー RA の代表曲である天井居アは忍者のお祭り忍者を盗作したことで有名だった。1990年代に入ってからジャニーズの前世紀が来て韓国の芸能会社もジャニーズのシステムを模倣して男性アイドルグループをデビューさせた。代表的に SM エンターテインメントの創設者であるリヒ・デミツがジャニーズに影響を受けたことが知られている。韓国アイドル第一世代と呼ばれている HOT もスマップの影響を受けてテレビ番組にたくさん出演し、後の世代のアイドルたちもこのやり方をそのまま踏襲して現在までに受け継がれている。また SM の練習生システム SM ルーキーズや同事務所所属のスーパージュニアも ジャニーズの練習生システム、ジャニーズジュニアを参考にしたものである。体制企画所属だった消防車は、少年隊をベンチマークしたもので大衆が好む簡単なメロディーの楽曲と少年隊のように、バックテンなどのアクロバティックなスタイルの振り付けで成功を収め、韓国初のアイドルグループと呼ばれた。SM エンターテインメントよりも先にアイドルグループをヒットさせ、 韓国のアイドルグループの原型として評価されている。彼らの代表曲の一つである、通話中は曲の構成や衣装、振付が少年隊のダイヤモンドアイズを盗作していると批判を受けたこともある。1997年に DSP からデビューしたセックスキースもメンバーの年齢を基準に、ブラックキスホワイトキスと二つのユニットに分けたが、これは V6 のコンセプトから取ったものである。消防車のメンバーがプロデュースした男性アイドルグループエナジーも V6 のように初期にはユーロビートの楽曲とアクロバティックな韓国のアイドルがライブやコンサートなどでカレンダー、ぬいぐるみ、バッグなどのアイドルグッズを販売する方式もジャニーズのマーケティングシステムをそのまま応用したものである。歌謡界だけでなく 映画やドラマなど芸能界全般にも影響を与えており、2000年代に入るとグループを解散したメンバーが俳優として転身、活動することが増えた。2010年代からは歌とダンスだけのイメージだったアイドル歌手が映画やドラマ主演まですることも多くなり、ジャニーズの運営方式を韓国の芸能事務所が参考にしている。台湾。 編集台湾でも1980年代後半に少年隊の影響を受けて結成された小古隊や草といった男性アイドルグループがデビューして大人気アイドルとなった。実際に小古隊は少年隊の What's Your Name のカバー曲でデビューした。また1990年代初頭には小古隊の成功に続いて光源氏をベンチマークした。 クレナイガ外ジがバラエティ番組から誕生した。デビュー前から玉ねぎチームとスイカチームに分かれたにグループ制でも活動するなど台湾の光源氏と呼ばれ人気を博した。以後5566や K1183 クラブなどが所属する今日すぐる率もジャニーズ事務所の経営方針を参考にしている。中国。 編集中国では2010年代にデビューしたティフボーイスや弟分のタイフーンティーンズといった男性アイドルグループがデビューしており、ティフボーイスは中国の小個体と呼ばれ絶大な人気を得ている。彼らの所属事務所である大、ミネシュンもジャニーズ事務所に影響を受けている。ファンクラブ、編集、ジャニーズファミリークラブを母体として各タレントのファンクラブが作られている。 またファンクラブが結成されていないタレントについては、情報局、ジャニーズアーティストクラブがタレントの情報を提供している。ジャニーズファミリークラブを参照成人式、編集1999年以降は成人の日に、先輩タレントが立ち会う中で所属タレントの成人式を明治神宮で挙行することが恒例となっていた。2011年3月、同月11日に発生した。 東日本大震災復興支援活動マーチング J プロジェクトを立ち上げた際に同時点での所属タレントを全83名と発表している。以下は2020年11月10日時点の公式サイトのアーティスト欄に掲載のあるものをデビュー日順に並べた表である。小順、高順に並べ替え可能。詳細はジャニーズジュニアお及びジャニーズジュニア一覧を 参照自社レーベルのほか、社所属タレントの一部は、他のレコード会社に所属している。過去には、RVC、ワーナーミュージックジャパン、ポニーキャニオン、キャニオンレコード、ポニーキャニオン、BMG ビクター、ビクター音楽産業、ビクターエンタテインメント JVC ケンウッド、ビクターエンタテインメント、ソニーレコードユニバーサル J、ポニーキャニオン、エーベックストラックス、 定築エンタテインメント j ワンレコーズワーナーミュージックジャパン SME レコーズへの所属実績もあった2020年9月4日付役員人事執行辞典ジャニー北川創業者2019年7月9日死去藤島メリー安子代表取締役会長だったが2020年9月に退任し名誉会長になった飯島道、元株式会社 j ドリーム取締役、2016年1月に退社、スマップの元マネージャー。株式会社、j ストーム、東京都港区赤坂9-6-35レコード、会社、映画制作会社、代表取締役社長、藤島ジュリー・里稽古2017年1月現在、ジャニーズエンタテインメント同様、日本レコード協会に巡回員として加盟。 株式会社ヤングコミュニケーション、東京都港区赤坂9の6の35コンサート、及び舞台主催、代表取締役社長、ジャニー北川コンサート事務局株式会社ヤング、コミュニケーションのチケット販売部門。株式会社 MCO 東京都港区赤坂9の6の35書籍、マーチャンダイジング、宣伝ツールの企画、制作、コンサートグッズ販売。 代表取締役社長、藤島ジュリー稽子有限会社 J ステーション、東京都港区赤坂9-6-35のの、タレントグッズ販売、ジャニーズショップの経営。1989年5月に、ジャニーズ事務所51%、日本広明社49%の出資で設立。ユニゾン株式会社東京都港区赤坂9-6-35のの広告事業。 代表取締役社長、藤島ジュリー稽古株式会社ジャニーズ出版東京都、港区赤坂9-6の35音楽出版事業。代表取締役社長、ジャニー北川、野村雄が一時期所属。株式会社ミュージックマインド、東京都港区赤坂9-6の35音楽出版事業。株式会社アートバンク。 東京都港区赤坂8-11-20携帯コンテンツ事業2003年5月14日からスタートしたモバイル公式サイトジャニーズウェブのために設立株式会社続きスタジオ東京都港区麻布10番4-6-9リハーサルレコーディングスタジオ1991年12月よりジャニーズ事務所の直営となった代表取締役社長ジャニー北川 企業番号、2億9379万2410。ジャニーズファミリークラブ、東京都渋谷区渋谷1の10の10。ファンクラブ運営株式会社ジャニーズアイランド、東京都渋谷区渋谷3の29の242019年1月15日、設立。代表取締役社長、滝沢秀明。主にジャニーズジュニアのプロデュースを行っている。株式会社東京。 新、グローブザ東京都新宿区百人町3-1-2、東京グローブザの運営。代表取締役社長、藤島ジュリー慶子株式会社時を東京都港区赤坂9-6-35社会貢献プロジェクト及び、所属アーティストの育成、所属アーティスト出演のための業務等。2021年4月1日設立予定。代表取締役社長、藤島ジュリー慶子。 取締役社長、ジョージマシゲル、取締役副社長兼企画、国分大地、取締役副社長兼広報、松岡正宏。定型株式会社日本広明社東京都千代田区、神田三崎町2-4-1広告宣伝会社、タレントグッズの企画株式会社系プランニングセンター、日本広明社系列、広告代理店、タレントマネージメント過去の関連企業、 編集株式会社 j ドリーム m 2 0 0 5年6月、設立。代表取締役社長、ジャニー北川2016年のスマップ解散をもって、事業停止状態となっている。株式会社クンクン、東京都港区赤坂8-11-20、代表取締役社長、月給夢地雑誌、カレンダー等の企画制作の各出版社との契約接種代行。その他、 化粧品製造販売も行っていた。2018年11月7日をもって倒産。株式会社、ジャニーズエンタテイメント、東京都港区赤坂8の11の20レコード、会社。代表取締役社長、小杉流作り2017年1月現在日本レコード協会に、巡回員として加盟。2019年5月31日をもって、J ストームに、 全事業を上都し事業終了。厚生取引委員会は以下の疑いがあるとして2019年7月にジャニーズ事務所に対し注意を行った。ジャニーズ事務所が民放テレビ局などに対しかつて同社に所属していて2016年に解散したグループスマップの元メンバーでジャニーズから独立した3名を出演させないよう圧力をかけていた疑い。なお公正取引委員会の 注意とは独占禁止法上の違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが違反につながる恐れがある行為が見られた時に未然防止を図る観点から行われるものである。また、独占禁止法には違反、警告、注意の段階があり注意は公表されるものではなくこの件についても公正取引委員会からの発表はない。しかしながら報道を受け ジャニーズ事務所も注意があったこと自体は認めている。NHK は民放テレビ局の関係者が厚生取引委員会に対し、ジャニーズ事務所にタレントの出演を依頼した際、スマップの元メンバー3人が関わっている場合には、所属タレントは出演させられないと圧力をかけられたとニュースウェブに記載したが、民放テレビ各局はジャニーズ事務所から3人を出演させないよう圧力が、 あったかとの質問にそのような事実はありませんと否定している。NHK も7月24日の放送総局長定例会見で NHK 編成局計画管理部の山内正彦部長がスマップの元メンバー3人に関してジャニーズ事務所から NHK への圧力は全くありませんと説明している。厚生取引委員会は本件以前から 芸能事務所に対する問題行為を把握していたが、具体的な注意を行った事例は、これが初めてであり、本件以降芸能人が芸能事務所から退社、独立する事例が大幅に増えることになった。ジャニーズ事務所の反応、編集ジャニーズ事務所は、テレビ局に圧力などをかけた事実はなく、公正取引委員会から行政処分や警告を受けたわけでもない。 とはいえ調査は受けたことは重く受け止め今後は誤解のないようにしたい。とコメントを発表している。公正取引委員会から行われた注意についての対応については触れていない。有限会社 J ステーションが運営するジャニーズ事務所公認のグッズ販売店。ジャニーズジュニア名刊シリーズの発行、販売も行っていた。ジャニーズ原宿郵便番号150の0001。000 東京都渋谷区神宮前1の14の21、イルサリチビル1階ジャニーズ大阪郵便番号530の0017、大阪府大阪市北区角田町2の15白口ビル1.2階、ジャニーズ名古屋郵便番号460の0002、愛知県名古屋市中区丸の内3の17の6、中東丸の内ビル1階ジャニーズ福岡、郵便番号810の0001福岡県。 福岡市中央区天神3-15-17-3点。15 3. 第2ビル2階ジャニーズオンラインストアネット通販サイト。2019年5月6日開設。ありがとうございます。